ャレコメカナメストーン。よろしくお願いします。なんか自分たちが思うようなことも、ね、自分たちが思うようなことも実現できないんですけど、シャレコメカナメ、いやいやいや、シャレコメカナメ、いやいやいや、いや、なかなか2回来てんだよ。おかしいなと思ったんだよ、それ。おい、あれって思ったの、俺の間違い、それいつも最初に来てたっけ、うん、そう、そういう変化もあるんだよね。そんなんじゃないよ、チャンネル変化。じゃあ何なんだよ、じゃあ何なんだよ。見えてますでしょ、何今日は手を出していいものなのか、スタバ。そうなんだよな、我々ね、うん、スターバックスコーヒー、うん、行ったことはあるんですけど、もちろん、もちろん。ただそのあのさ、うん、コーヒーは頼むじゃない、うん、で、行ってカフェラテじゃん、行ってスターバックスラテって言う、だってスターバックスラテ、うん、それもないんじゃない、レジ。俺ねえかも。俺この間間違えて、うん、カッコつけて、うん、逃げコーヒー頼んじゃってやめやめ、頼まなかったっていう。でもうまかったんだよね、それも、うん、でもその時の気分が甘いだったんだけど、カッコつけちってよ。わかる。で、頼めてないだろ、あの甘いやつ。メニュー数って言われてるから。あだな、うん、スタバの朝を。そうでさ、うん、いろいろ聞かれたりするのも怖いじゃん、うん、ねえねえ、どうなさいますかみたいな、うん、どうしますか答えてください。全部普通でありませんその答えてください。あーってなっちゃうから。大丈夫だよ、うるせえなこの店員ごめんね、ちょっと冗談は通じるでしょ、さすがに。ごめんねこれしか出ないよ、もう謝られても、もうなので、うん、今日ね、手出した、手、西尾に手出してもらって、うん、だって無理じゃん、俺たちが言ってるの。西尾、うん、買っといてで、今日ちょっと初体験、甘いやつ、甘いっていうか、うん、ちょっとコーヒーじゃない、うわちょっと特殊なやつ、うん、めちゃくちゃ楽しい。しかも西尾が言ってたよ、なんか、え、何何何、この間、うん、スターバックス、うん、一緒に3人で行った時に、うんうん、山口が甘いの見て、うん、あれってうめえのかなって言ってて、あ、頼めないんだこの人、そのビビっちゃって、で、飲んだこともないし、そういう甘い飲みも、うん、ないんだね。西岡がそれ見て、うん、心で笑ってたらしいです。何やっぱその、こいつ嫌なの嘘クレムさん許して、俺もさ、言わないから出てきてさやめて、一歩一歩積み重ねてここまでやってきたんだよ。そうそうそう、言ってんだ、俺らは茨城なんだからありがとう、うん、いいよ最高か、行こう行こうシャレかな。え、なにこれって、こうやって開けない。違う、ねえ、お前そんなに知らないスターバックスのこと。そう、そうじゃないんだよ。じゃあやったらそれ勝手にって怒られるよ、俺が女子だとしたらね。女子がこうやってせっかく買ってきて、うん、飲もうとか言ってんだよ、うん、買ってあげるんだよとか言ったら、うん、やってたら勝手にだよ。バカれるもん、そいつとは。そうだ、そした俺がその女の子の代わりに頭引っ張らげていくわ、お前の。ごめんねちょっと出そう、行こう。僕はなんと、えマンゴーパッションフラペチーノ。そして私は抹茶クリームフラペチーノ。そしてこちらはマンゴーパッションフラペチーノ。そして私は抹茶クリームフラペチーノ。そしてこいつは、うるせえな、おめえがつまんな回し気づけよ、笑いが起きてねえことぐらい。あ、そうなんだ。何が意気揚々ってこっちだよ、なんでつまんねえな。ごめんねあんのな、これあんだ、うん、これあんだ、片棒だ、硬えもん。で、通貨よ、どうしたんですか、田舎の人、どうしてんですか、田舎の人、通貨よ、うん、これ、うん、なんかさ、うん、テイクアウトのみなのかわかんないけど、はい、はい、味噌、空間ができてない、空間、え、どういうこと、プラスチックと飲み物の間に空間ができて、うん、お、え、もう、ほんとだ、手のぬくもりが伝わらないようになってるんだよ。あのちゃんと衣装の色になってます。何で、しかもさ、これ聞いたお前、うん、マンゴーパッションフラペチーノってもう俺の飲み物だろ。トミーに例の飲み物だな。やだな、ヘズマリュウみたいに言って。
よちょるやつが俺の。そう、やめてくれ、そこまでやるの、マジで。そのモノマネ、ヘズマリュウのモノマネまで含めてやるの。ごめんね。何何何何？いやだから。うん。え、抹茶？で、想像できない。あなたの念願のクリーム入ってるからね。やばい。クリーム系の。やばい。遭遇しちゃう。だってお前セブンでも言ってたらしいよ。西尾と三人で行った時、セブンのクリームが入った飲み物見て、あれメルが。俺がお前だよ、言ってお前しかいないよ。レイじゃん、いつも違う。そうだよ、でも俺は飲みたかったよ、買ってみるもん。お前は飲みたいのに、こう、やべ、なんか注文難しいのかな、あれみたいな。やっぱな、材料得てないとこうなっていくなっていくんだよ。じゃあ俺から飲んでいいっすか。いいっすか、これ。めっちゃうまそう。はい、いきます。パッションうまい。ファッション、ファッションミネだ。え、矢田さんの、矢田さんの後輩ファッションレイ。ファッション矢田さんを脅かす存在、脅かす存在、ファッションレイ。マセキの先輩だからね。うん、はい、飲んでみてください。さあ、こちら。おお、どうした、正気保たれました。あ、一旦、うますぎて、あ、もういいや、このまま天国だって思ったんだけど、うわーって行く途中で、やべ、まだ飲みたい、まだ飲みたい、将棋、保たれました。これだよね。やばいやばい、おいおいおい、持ってこい。将棋、保たれました。うまっ。チェンジニングがあり。はい。でもストローだけチェンジすればいいんじゃない。そんなことでも味が混ざっちまえべや。田舎のあんま飲めないやつがよ。うーわうーわー、ちょっと待って、ファッション。あ、どうした。おお、入ってるの、入ってるの、しょ、大丈夫か。いや、邪魔だな。え、お前はあくまでも脇役なんだよ、飲んでねえ方は。大丈夫か。でも心配する、前に出てくれ、演技するんだ。邪魔くせえな。なるほど。てか待って、うん、あのこっちは、あ、それ良さか。そう、こっちは、うん、なんて言うんだろう、あのスポーツドリンクに近いのかもしれない。スポーツドリンクっていうか爽やか。わかる。でこっちはデザートに近い。わかる。ちょ待って、え、こんなうまいもんをみんな今まで俺らに教えてこなかったってこと。相当な罪を、じゃない、あの見てる人が相当な罪を。確かに一回も教えられてないもん。言ってた、西尾だけで、西尾、うん、山口が、うん、あれうめえのかなって言った時に一個後悔、ずっと後悔、心にしこりが残ってたから、今日この企画持ってきたらしいの。あ、飲むっていう、成仏させてくれる。でそのしこりっていうのが、うん、あのあれうめえのかなって言われた時に、うん、え、二人で買ってみましょうよって言えなかった。自分に後悔、ずっと後悔してたなんて、ずっとなんかもじもじ、西尾ももじもじしたてか、なんでもじもじしてる。いや、わかんない、なんだこのおじって言って衝撃受けたもん。受けちゃって、なんか早いのに、早いのに、うん、でも家帰ってから、あ、もしかしたら買うのが恥ずかしかった、なんか恥ずかしいとか、うん、買うのに一歩勇気がいるから、私が、うん、先導してやげるべきだった、うん、だっていうしこりがあって、わざわざがエンターをつながった。そう、うん、しこりが残ってますね。いけません、エンターは。だから、でもこれででもなくなったから、ありがとう。しこり、うん、お互いのね、うん、俺らも今度からこれも飲んでいけるし。え、これいいぞ。でね、でも伝わって、うん、ちょっと待って、なんかあれだ、もう一袋。あ、これちょっと待って、なんか香ばしいな、なんか香ばしいぞ。お、ちょっと待って、座って。なになに、教えて。あったかいねー。え、あったかい？シュガードーナツ、ヒーティングあり。ヒーティング？熱した、熱し。あ、熱し。ヒーティング、ヒート。うん。ヒーリングじゃないの、ヒーリングありって書いてない。ドナタタタンタバーン。だから、店員さんが歌ってくれるんだよ、ヒーリングあり。ドナタタタタタタタ。キムチのドーナツ。あれ、嬉しいな。あ！
見たら若い女性の店員先生で文字を書けた。もういいよ、うるせえな、お前のヒーリング壊し。この家だ、さっき書いたの。うわぁ、いきなり書いたかったでしょ、普段。何これ、え、分厚っ。あ、ほほほほ、なんかさ、やっぱちょっとアメリカを感じるな、この分厚さ。あ、スタンドってアメリカの発祥。え、違う、さすがにそうか。うん、いや、やめ、あ、お前、あ、こいつ最悪だよ、マジで。お前、女、うん、いいよ、別に。アメリカ、うん、お前そんな話したくない、今。俺、別にお前が、うん、これごめん、超食いたいから、一個まるまる食っていいって言ったら、いいよって言ってたよ。ごめん。そうだよな。お前、一番やっちゃいけないことやってんだよ。怒られ、食って怒られたっていう、怒られてる最中にまた食ってんだよ、お前。おい、よこせよ、あれには。なんだよ、ごめん。じゃあみんな今後は、黙ってないで教えるように頼むぞ。